ここで紙がめくった時に切れてなかったら刃が入ってないよと、うんうん、練習が必要ですね。ちょっと緩かったみたいです。まあまあ、エコケーブルやる機会あれば覚えておいてもらえたらなと。そしたら次、3号三振のそれエコケーブルって言うねんけど、深夜触ったことあるかな？ないか。あんまない。でも公共工事とか、ね、大型とかやったら多いのかな。病院とか、うんうん、大手がやっぱり多いですね。で触ることがあんねんけど、うん、ちょっと深夜硬いと思うね。うん、硬い。ちょっと抜いてみようか。それを6、7割ぐらいの長さ。2期方式でもいいし、いつもの方式でもいいし。まあ電線によってな、いろんな抜き方があると思うから。はい、お、抜きバージョン。で、刃先をちょっと入れてあげて、まっすぐ持っていく感じで、クロスさせるイメージ。で、その刃ってない方があかんな。でかいっすね、それ。うん、でかいし、ロックも壊れてるし。これ、外れが難しいですね。で、ある程度入ったら、そのまま電線だけずらしていくイメージ。電線を。そうそうそう。刃で動かすと、絶対手首かいて逃げるんで、うんうん、刃はロックで電線を。下げていくイメージ。ええんちゃう？やっと線も傷つけへんし、自分も怪我せえへんからいいかなと僕は思いますけどね、うん、時間はちょっとあれですけど。硬いね。エコやからな。硬いと逃げた時やっぱ怖いですよね。うん、カッターとか一回ずれたら戻すのがちょっと難しいんですよ。それぐらい抜けないですかね。あ、そうか、はい、こっち頭から引っ張ったらどっかわからんくならへんですか。ああ、そう。で、引っ張りすぎて、うん、確かにオーバーしてしまう時がある。勢いよくいったら飛び越すもんな。うん、はあ、いい最初。ある程度で多分指で取れると思う。力加減ですね、そこは。はあ。最初緩かったか。練習が必要ですね。ちょっと緩かったみたいです。まあまあ、緩いってことは電線に傷が入ってないってことなので、僕はいいことやと思うんですけどね。もう何もさらぬピュッて抜けるってことは結構入りすぎてると思うんで、最後はちょっとちぎるぐらいの感覚で。そうですね。で、まっすぐ、あ、そうです。硬いかもですね、声から。硬かったか。もう一回こっち引っ張ったらいけんじゃん。無理か。ちぎれた、ちぎれたか。ここちょっとは抜けた。口だけ持って、じゃあ、うん、こうか。ここでグッて握ったらこっちが閉まるんで、口だけ、はい、あ、そういうこと。こう、握ってあげて、抜くイメージで。さすが中学卒業後20年ちゃうな。いや、若干ここ入れ直したとこぐらいですね、多分ね。ちょっと気づいてもだ、うん、いや、ちょっと白が抜けちゃった。あ、まあ中に行ってなかったな。うん、中には行ってない。 CV の場合このね、紙が入ってるんで、うんうん、多少はね、思いっきり感覚は大丈夫ですけど、まあでもこれ見せられたらこの人大丈夫かなとはなるな。なるほど。まあ気をつけながらね。はいはい、じゃあマッサニキバージョン。先ほどと同様、はい、手つきから違うもんね。こっち入れた。おお、いいね。よいしょ。ちょっとこれ短いからこっちからいきますけど。はい。硬いね、やっぱり。こう
これ今入れすぎたのかな、切れたね、バッチリですね、はい、まあ、ここで紙がめくった時に切れてなかったら刃が入ってないよとか、うんうん、入れすぎたらこれがもう取れますもんね、うん、はい、これが残ってるんで大丈夫です、はい、はい、じゃエコの吉田出ましょうか、はい、エコ電線をよく触ってます。ちょっとええとこ取りになるかもしれんけど、3号できるかな、まあこう切れ目を入れてもらって、無理か、この中とパワーが必要ですね。125やったらこれをパチコーンといけるんですよ。ってことで無理でした無理か、気合いで、あ、いける、いや、こっち側抜きましたね、あかんね、やっぱりこんだけ長いとやっぱりしんどいかもね。真夏の外やったらいけるかもしれません、ね、これはかっこ悪く僕失敗したんですけど、例えば機器の結線で10センチぐらいでいいよってなったら、そうですね、もう学んでいいですね、うん、そう、いつものようにこう筋を入れなくても、ここさえ割ってしまったらこうやっていけるんで、まあこれはこれでエコケーブルやる機会あれば覚えておいてもらえたらなと。ただねじりがあるんで、うん、そのねじりに合わせて人に入れくらったら抜けるんですね。あ、抜けやすいんかな、さっきのも。じゃあひねり、ちょっと長すぎるかな、そうですね、まあこんなんもあるんで覚えておいてください。次は CVT の60スケを、まあこれは番結線で長く抜くこともないと思うんで、端子上げる想定で抜いてみましょうか、はい、まあ大体でいいから。刃回す方が芯は逆ちゃう、こうか、いや、そっちの俺いつも反対やね、みんなどっちやろ、こう、こう回す、どうぞ、手前か奥か、どっちもですね、どっちもか、現場やと電線はこう回ってくれないんで、どっかで止まってると思う、止まってる、そうそう、で刃を、まあそれはす好みだな。ひじり2機は、ひじり2機は、うん、まず肩は使わない、肩使わない、ペンコナイフ、ハサミとか抜きチョッパーばっかりですね。カッター台に変えようか、台の方が厚くなすんちゃうかな、特大にこだわってる理由は、え、刃がしっかりしてる、あやったら電気なかなか、でも電気屋でそのでかいの使ってる人見ないですね、うんうんうん、俺も昔使っててんけどな、刃なくなった時にもらわれへんから、あ、うん、確かに、とりあえず面白くしたいです電気屋を。